共に旅をしてきたこいつが世界とのつながりを証明してくれる。いろんな匂いが入り混じってる。植物、獣、残像、それに人。でも道を探すのは得意なんだ。僕に任せて。見て、これはカイザイさんのものかな。カイシさんの話じゃこんなところに一人で入るような性格じゃないはず。でもチリンタラン獣のどこが気に入らないんだろう。ここは一本道、さあ先に進もう。ここの通路は狭くて入り組んでる。暗いところに隠れてる残像もいるから気をつけて。一度運が舞い込めばきっとすごいことになるよ。やはり出たな残像、この僕が倒せ。疲れちゃった。決まり。全部君のものだよ。落石で先に進めなくなっちゃった。しまったな、カイザイさんはもっと奥に行ったかもしれないのに。ここか、力仕事は任せろ。地面にイバラが生えている。ここは気をつけて進もう。終焉御礼。
めでたしめでたし。漂白者、あの光ってる植物見た？野外ではあの光を目印にして道を探せるんだけど、闇に潜んでいる敵には光に照らされる僕たちが絶好の標的になる。だから長居しちゃいけないよ。崩落する可能性があるね。思いついた。クロトゲグマは寝てる時も匂いに敏感なんだ。近くで嫌な匂いがすれば簡単に引いてくれるかも。ちょっと待ってね。あった、ミントの匂いだ。あれを使ってみよう。匂いは下から伝わってきた。石、面白い形してるね。まるで獅子舞の杭みたいに。よーし、これでどうだ。ドンタカドン、ドンタカドン、ドンタカドン、ドンタカドン。あー、ごめん。杭の上にいるときはいつもこのリズムに乗ってるから、つい口にしてしまった。通してくれないんだね。漂白者、一気に駆け抜けよう。強くなった。先に進もう。
匂いはこのミントからだね。これで黒トゲグマを引きつけられる。また残像か。気をつけて。獅子の鼓ね。転んじゃう。来在めでたしめでたし。近道があるね。こっちに進もう。全部君のものだよ。久しぶりに泳いだな。すっきりしたよ。さすがに予想外だ。いい景色だね。ここ暗いところでしか生えない植物だね。これなんか懐かしい。何年ぶりかな、あれから。おっと、もう最深部に着いたか。もうちょっとだ。今さらどこに逃げる気だ。これ外の獣から逃げてここまで来るた大した運じゃねえかてめえ。だがそれも今日限りだ。骨ぐらい拾ってやるよ。こ怖くねえぞ俺は。あんたらがやった詐欺まがいの商売のこと俺は全部知ってるんだからな。もう証拠は全部外へ送った。殺されたって怖くねえぞ。この国で正義を信じる人は必ずいる。やっぱり海士さんは考えすぎだったね。
本命のご到着だな。あんたたちは早く逃げるんだ。こいつらは俺目当てに。逃げる？そんなことできるわけねえだろ。この俺を騙せるとでも思ったのか。盗み聞きだの尾行だのお前らを泳がせたのはな、ここでまとめて片付けるためだ。ぐれ、さすがボス。お前らおとなしくしてろ。やれやれ、獣のどこがいいのかな。人間をやめてまでそんなものに。野獣って名乗ってるやつなら知ってるだろう。この世界で生き残れる野獣はみんなそれぞれ特別な狩りの方法があるってな。例えば敵に弱みを見せて着実に自分の狩り場までおびき寄せて己を狩る側と錯覚させる方法さ。何？久々にたぎってきた。脅迫者、手加減なしで行こう。野獣相手ならこっちも獣の流儀でしつけてやる。すげえ。ふう、野外は僕の狩り場だ。おとなしく投降する方が身のためだよ。バラバラにされたくないならな。あいつらが目を覚ましたみてえだ。ボス、ここは。もちろん。最後まで戦う？逃げるんだよ。はい、待ってくれボス。脅迫者、危ない。牙を剥いた奴は一匹たりとも許せねえ。ごめんね漂白者、
こんな姿見せちゃって。ありがとう。そうしてもらえると嬉しい。助かった。ありがとう。ところで、あんたたちは？カイシ、俺のことを心配してたか？彼女は今どこに？よかった。本当に。そういうことか。あんたたちにも迷惑かけた。本当にすまねえ。妹のことはあんたらも大体知ってると思うけどな。両親はかつて先駆条約のメンバーだったけど、ある事件で二人とも死んだ。それからは食い縁を稼ぐためにいろんな仕事をやってきた。全ては妹をちゃんと育てるためにな。でも彼女は何としても先駆条約に入りたかった。両親の意思を継ぐとかなんとか。けど俺に家族と呼べる人はもう一人しかいないんだ。彼女までなくしたら俺は本当に。だから俺は強く反対した。その流れで喧嘩して互いに連絡すら取らなくなった。でも正直、彼女が先駆条約に入ることを俺は誰よりも喜んでいた。カイシは俺と違う。明るくて強くて、どんな困難にもくじけない。そんな妹だから俺の誇りだって。今考えると彼女の夢を潰したのは誰でもなくこの俺なんだな。どんな理由でも彼女の意思を尊重すべきだな。ここは危ない。ひとまず外に出よう。妹さんも君を待っているんだ。シャキッと。リンヤンさん、脅迫者さん。この子のおかげで私たちは無事犯罪者を捕獲できました。怪我はありませんか？カイジ。リンさん。すまねえカイジ、辛い思いをさせて。感動の再会の最中悪いんだけど、ここは犯罪現場だし、話は城内に戻ってからにしよう。
つまり海士さんはチリンタラン銃のせいで気を落としたと知ってチリンタラン銃を殺そうとしたってこと？これらは全部あいつのせいだから、殺せば海士は立ち上がれるだろうと思ったんだ。そんな中、チリンタラン銃と何らかの関係を持つ野獣団の話を聞いて、だから俺は、そうだ、それに俺は自分の勇気を海士に見せたかった。こんな俺でもできるのなら海士もきっと前に進めるって。だろうな、俺は弱かった。チリンタラン銃を見つけるどころか、奴らを前にしてただ怯えて震えることしかできなかった。俺はいつまでも臆病で無能だ。違うわ、そんなこと。少なくとも野獣団と手を組むということはしなかった。独善的で私利私欲にまみれて共食いすらも厭わない、それが獣の生き方。でも君は大事なもののために本能と弱点に抗いながら戦った。それは人だけに宿る品というもの。獣になり下がるのは呆れるほどに簡単なことだから、人の品を守るためにはそういう努力の積み重ねと諦めない勇気が必要だね。カイサイさん、君の勇気確かに見させてもらったよ。カイシさんも胸を張っていいんだ。そうか。うん、でもこんな無茶はもうやめて。ああ、約束する。でも今回は確かな収穫があった。チリンタラン銃なんて最初からいなかったんだ。だから返し、もう怖がらなくていい。でもあの時の鈴の音は本当に。それこそ幻聴ってもんだろ。鈴の音を発する残像がいたっておかしくない。あの音ちゃんと聞こえました。間違えるはずがありません。チリンタラン銃はいます。どうやら海士さんの迷いはまだ晴れてないみたい。漂白者さん、リンヨさん、今日はひとまず戻るよ。あんたらにも迷惑かけた。しっかり休んで、あと明日の儀式ちゃんと来てね。は、なんでこんな時に。獅子舞頼んだはずだよね。ああ、それか。最初はチリンタラン銃を調査するために注文したんだが、どうやら無駄のようだ。そういうことか。でもチリンタラン銃の正体をつかめるチャンスかもしれないよ。そうか、じゃあ明日は妹と一緒に行くよ。絶対来てね、約束だよ。漂白者、まだまだ知りたいことがたくさんあると思うけど、ちょっと相談したいことがある。ついてきて。ここからまっすぐ行けば劇場だね。君もさすがに何度か通ったことあると思うけど、せっかくだし少し回ってみようか。だな、僕も商売繁盛を祈ってるよ。ありがとな、リンヨ。
たまにはこうやって戦うのもいいけど、やっぱり活気にあふれた昆虫城は落ち着くね。この生活がこれからも続いていけば。二人とも末永くお幸せにね。ありがとう、リンヨちゃん。関節の店はいつも大行列だし、挨拶はまた今度かな。心を込めた手作りだからね、そりゃ人気も出るわけさ。ふう、やっと帰れた。ミンヨさん、やっと戻ってきた。師匠がずっとあんたを探してて。しまった、師匠のことすっかり忘れてた。漂白者、君はここで海士さんのためになるようなものを探してほしい。僕もすぐ戻るから。早く早く、師匠に怒られちゃうよ。は、はい。どうしてこんなとこに来るのよ。早く戻りなさい。僕、将来は指導になりたい。そうなの？じゃあどうして指導になりたいのか、お母さんに教えて。獅子はかっこいい。悪い人いっぱいやっつけて母さんを守る。でも指導は大変なのよ。僕、怖くない。でも五宝さんと七星さんの意見も伺わないとね。じゃあ飴あげてお願いしてくれ。歴史を感じる。儀式用のものは用意できたか？バッチリだ。マリ、バチ、ドラ、あと魚の干物。干物ってなんで？え？獅子役の差し入れに決まってるじゃん。猫じゃあるまいし、焼肉を用意する方がまだマシだ。そうなの？てっきり魚が好みかと。まあ私もよくわからないけど。さんと七星さんはおるかな？おじいさん、お二方に何かご用ですか？わしは大ファンなんでな。小さい頃からお二人さんの獅子舞をずっと見てきた。贅沢は言わん。写真だけでも撮ってもらえれば。お嬢ちゃん、そこを何とかしてもらえんかの。二人ともお忙しい身ですから、あなたのご要望は私から伝えます。舞が終わりましたら記念写真も可能かと思いますので。ああ、ありがとうな、お嬢ちゃん。
戻った戻った。師匠はね、儀式の直前は特に厳しくてさ、最高の獅子舞をみんなに見せろって。それは獅子舞の起源から説明した方が良さそうだね。戦場から帰ってきた兵士たちの歌って踊る習慣が獅子舞の始まりなんだ。それから戦場に向かう時にも踊る戦舞となった。みんなに勇気を与え勝利を祈る舞だからね。そこからさらに時間を経て今のような儀式の一種として定着されたんだ。でもその芯は変わらないよ。恐怖をもしのぐ勇気を分け与え繁栄と幸福を祈る思いがね。僕の推測だけど、多分カイシさんは襲撃されたショックで記憶が飛んじゃったんじゃないかな。でちょうど町を騒がしていたチリンタラン獣の怖い噂がその空白を埋めた。だからカイサイさんのチリンタラン獣を殺せば妹も元に戻れるという考え自体は確かに一理あると思う。でもそれは根本的な解決策ではない。君も途中で聞いたはずだよ。チリンタラン獣には違う名前がたくさんある。たとえ今回は倒されてもまたトコンカタン獣が来るだろう。本当に必要なことはチリンタラン獣を倒すことではなく、どんな獣でも倒せるという勇気を身に宿すこと。だから獅子舞の芯である勇気を持ってカイシさんの恐怖を取り除こうと思うんだ。前にも言ったよね、今の獅子舞はいろんな表現ができるって。それは人によって異なる意味を与えられるということでもあるんだ。そのためにはカイシさんの恐怖を直接取り除けるような何かを探さないと。じゃあ早速準備しなくちゃ。明日の獅子舞君も絶対に来てね。漂白者さん、あんたも来たか。こんなに大規模なのは久々だ。ワクワクしてきたな。漂白者さん、林陽さんの言ったチリンタラン獣の秘密ってのは何だと思う？おお、もうすぐ始まりそうだ。
前、野外で襲われた時、私は鈴の音を聞きました。その時は何も考えられなくて、ただひたすら逃げてしまいました。加えてちょうどその頃、町中で噂になっていたのもあって、自分を襲ったのはチリンタラン獣だとは固くなに信じ込んでしまったのです。でも今日はあなたの獅子舞を見てようやく思い出しました。これがあの時聞いた音に違いありません。私は鈴の音に助けられたのですね。私をずっと追っていたあの鈴の音は私を危険から遠ざけてくれました。そして今日はたくさんの勇気を私に与えてくれました。僕は獅子舞を見てくれた人に何かを与えたいって思ってるんだ。だから君が勇気をもらえたと感じたのなら、僕もすごく嬉しい。はい、素晴らしい獅子舞でした。これからも私は先駆条約の仕事を続けたいと思います。よかった、カイシ。カイシ、お前が先駆条約のメンバーになれたことは俺の誇りだ。これからも頑張ってくれよ。あとはすぐに怒る癖さえ何とかすれば。私がすぐ怒るのは、兄さんはいつも何も教えてくれないから。どんなことでも自分で何とかしようとするから。チリンタラン獣を殺そうとする計画も、そういうのこれからは一切禁止ですからね。わかった、わかったから、とにかく落ち着いて、お詫びに何かをおごるよ。いい屋台を知ってるよ、広場のあそこにある。じゃ、寄ってみようか。行こう、カイシ。どう？すごいでしょ。君が認めてくれるなら、頑張った甲斐があったな。それと今回の件も、漂白者、君のおかげだ。君がいなければ僕の手に負えなかったかもしれない。問題か。そうだな、場所を変えようか。聞いてくれ。これはどこから話せばいいのかな。漂白者、もしもの話だけどね、この世界で共鳴を果たした人間がいれば、同じく共鳴で力を得た獣だっていてもおかしくないよね。自分の感情を制御できない共鳴者はオーバークロックを免れない。欲望に忠実な獣たちはそれに当てはまる。それで異能力を得た獣たちは長い年月の中で次々と絶滅した。力との共存を図る獣はほとんどいなかったけど、ごくわずかな成功者もいた。シリンタラン獣もその一匹。でも遥か昔、チリンタラン獣にはちゃんとした名前があった。それはサンゲイ。深い森の中に潜んでいて、人と全く交流しない生き物だった。でも無音区が大量発生した時、
彼らもついに居場所をなくした。生き残るために人類の領地にやむを得ず踏み入れた三芸たち。彼らは怖い外見と桁外れな異能力、加えて強い野性を持っている。人類はそんな三芸と対抗し、結果多大な犠牲を払った。そのため凶獣として畏怖された。古書に書いてあったんだ。彼らは光なき森の四月のガジュマルに住んでたみたい。それに三芸はすでに絶滅しかけたという説もある。たとえいるとしても数匹しかいないだろう。でも考古学者からこんな話を聞いたんだ。三芸は人類になりたかったんだって。まずは人を怖がらせないために笑える名前が必要だと考えた。チリントランジュみたいな。それから無駄な体毛や凶悪な爪をなくし、二足歩行のために骨格を自ら矯正し、やっと普通に立てる体を手に入れた。もしかして人の行事に惹かれたから。同族がいなくなったこの世界で孤独に打ちひしがれたせいか。それとも人が災いに抗う勇気を認めたからか。だから戦友として居場所を奪おうとする悲鳴を打つために一緒に戦いたかった。あるいはただ人の食に憧れてうまいものを食べたかっただけ。いずれにしても結局彼は人間にはなれなかった。人になるためには人という生き物の本質を見極めなければいけない。おそらく心かな。それから彼は外見へのこだわりを捨てた。なり損ないの姿で人に触れて人を助けて、ひょっとしたら森で迷ってた少女を一人助けたなんてこともあるかもしれないね。結局彼は何なのかな。漂白者、君の目には人に見えるかい。うん、そうか。チリントランジュには人とか獣とかもう関係ない。彼は彼なりにちゃんと生きてるから。人の顔をする獣がいるなら、獣の姿をした人がいてもおかしくないからね。自分の道を進めばきっと大丈夫。昔の人から教わった大切なこと、それがこれからも自分のやり方でみんなに伝わっていく。それでいいと思うんだ。ああ、それとお礼と言ってもなんだけど、この鈴君にあげるよ。本当にありがとう、漂白者。エイヨー、どこだ。はいはーい。漂白者、次の獅子舞の下準備をしなくちゃいけないって師匠に呼ばれてる。今度も僕の獅子舞見に来てね。また一緒にご飯食べよう。あとさっきの鈴お守りにしてね。この先も輝かしい未来がありますように。